こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆ヨガと言います。武器とか防具を作るのが好きです。今回はこの口につけているスチームパンク風のくちばし型マスクを作っていました。このマスクとコテをとある場所で展示しております。展示の詳細は作り方の後に説明しますので、最後までご覧いただければなと思います。それでは作り方に行ってみましょう。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは2枚あるパーツを瞬間接着剤で接着します。瞬間接着剤をこの先も対応しますが、すべて100均のものを使っております。パーツを貼り合わせていきます。このような接着しがたい箇所の接着の場合は、瞬間接着剤と合わせて、アルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと硬化が非常に早くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。なお、ボンド G17 という接着剤でも楽に接着できます。ボンド G17 はホームセンターにもありますが、100均にもあるので、手軽に入手ができます。お好みの方法で接着してください。裏側にもう1枚パーツを接着します。これも接着がしがたいので、アルテコスプレーを使って楽に作業を進めていっております。くちばしの形ができたので、歯車のようなパーツを接着していきます。一つずつ接着していきます。6個作ったんですが、5個しかいらなかったですね。1個は余りです。パーツが角張ったままだとおかしいので、ライターで軽く炙って角をほんのり溶かします。炙っていると煙が出ることがありますが、吸わないようにしてください。グルーガンを盛り付けてリベットのような表現をします。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買うことができます。これは塗装後に接着するパーツですね。これも炙って角を落としておきます。これにて組み立て完了です。次は塗装となります。塗装時の持ち手として切れ端をグルーガンでつけておきます。塗装後にこれは切り落とします。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料の塗りが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や、水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒にします。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。瓶入りの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。そして筆。そして布を使って塗装していきます。まず、筆に塗料をつけて、その塗料を布である程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりは、こすりつけるような感じで少しずつ乗せていきます。そうすると少しずつ色がほんのりと乗っていきます。この塗り方はドライブラシと呼ばれる方法です。この塗り方で塗ると、ベースとなる黒が所々残って深みのある色合いにできます。とても簡単にできる方法なので、ぜひ皆さんもやってみてください。ちなみに使っている塗料はミスターカラーと言いましたが、こちらはプラモデル用の塗料で、おもちゃ屋さんの模型売り場で売られている商品となっております。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具などを使う方もおられると思いますが、そういった場合もできますので、ぜひやってみてください。動画では布を使ってこそいでますが、ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどでも OK です。
手元にボロ布がない方はそういったもので代用してみてください。網戸の網をハサミで丸く切ります。網戸の網はホームセンターで売っています。銀色のものがあったのでそれを使ってます。灰色のものでも良いかと思います。切った網を瞬間接着剤で歯車パーツに接着します。それを本体の方へ瞬間接着剤で接着します。ゴム紐を切ります。ゴム紐は手芸店で買いました。切ったゴム紐をグルーガンで内側に接着したら、これにて一通り完成となります。重量は 50g、 製作時間は3時間、材料費は1000円となります。サイトに型紙データやより詳しい作り方、製作時の注意点なども載せております。実際に作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄に記載しています。動画の内容に関する質問はコメントでお気軽にどうぞ。展示の詳細ですが、東急ハンズ池袋店の4階にてすでに展示されております。展示期間は4月末までは確定とのことですが、その後はちょっとわからないということですので、見たい方はお早めにお願いいたします。シームパンクの動画はいろいろあります。これはペストマスク、これは継ぎはぎ風ペストマスク、歯車まみれのペストマスク、歯車まみれのシルクハット、スチームパンク風のゴーグル、スチームパンク風のショットガン、そしてこのコテ、ご覧のようにいろいろあります。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるので、ぜひそちらもご覧ください。よろしければチャンネル登録お願いいたします。 Twitter やサブチャンネルもやってます。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またねー。